はい、はい、OK です。これを大体覚えておいてもらって、うつ伏せです。でナイフエッジというのはここ使いますね。で頸椎のまた頭取れないかな、理想はですよ、腰椎の場合は太いのでこう一個一個この棘突起の間に入れて進展かけていくっていうマッケンジーテクニックがあるけど、頸椎って細いんでこっちの方が勝っちゃってます、太さが。なので頸椎の上に今回は乗っかっちゃっていいです。乗っかっちゃった状態でマッケンジーテクニックという技を使います。やり方いきますね。まず上から、手がちっちゃい人の方が、はい、そうだね。でもちっちゃくてもケース1個1個の極突起のこの1センチなんか勝てなくない、多分赤ちゃんだったらあるかもしれないけど、うん、上からここのちょっと丸いとこから使った方がいいかな、ちょっと丸いとこ、こう斜め45度に入れます。これケース2番と3番を狙ってます。あ、今ねこの角度があれなんだけど、これだったらもうちょっとこう入るかもしれないけど、こうなってるじゃない、こうなってる、これをこういう意味です。こういう意味です。でこのままこっち支えてグーッと入れます。その後ドンドンドンって3回ぐらい入れます。で1個下がります、入れます、グーッと入れてドンドンドン。頸椎自体の伸展運動ですよ、伸展を作っていく感じですよ。ストレートネックとかにも使えますからね。これね、やってみて全然ね、受けた感想とね見た目と全然違うから、どういう感覚かね、受けてみて全然違いますよ。怖いなっていうのでしょ、見た目そうでしょ。実際受けててどう、怖い、全然怖くないですよ。でめっちゃ気持ちいいです、これ、うん、もう本当にびっくりするほど、見た目ちょっと怖いじゃん、でも怖い、受けてみな、全然違うから。ちょっとじゃあペアでやってみましょう、うん、あ、もう一回可動域チェックしよう、はい、のちゃんの、はいはい、これだけでもね恐ろしい結果になります。そうかもしれない、はい、見てこの違い、いや本当にこれぐらい違うんですよ。これあんたも役者打ち合わせどおりです。打ち合わせどおり。会社から40分これぐらいに止めとくよ。じゃあ、クマさんでやってみよう、もう一回。